ラジマドラチャンネルカナブレさんです。今日は仮面ライダービルドデラックススマホウルフフルボトルセット。さあやっと来ましたね。もうずっとねテレビの方とかには登場したりとかガンバライジングカードになってたりとかしてたんですけども、うん、やっとフルボトルが発売になりました。はい、はい、後ろには遊び方がね書いてあります。はい、はい、そして前回紹介したこちらのハザードトリガーもなんか使えるみたいなのでちょっとねこれやってみましょうね。うん、では開けていきましょう。はいはい、ラジマ。さあ改めましてこちらが外箱になります。はい、はい、周りはねこんな感じになっております。うん、後ろには遊び方が書いてあります。はい、さあじゃん。おお、これね取れないんだよね。何でそうなってんだろうって思って。はい、出ました。さあまずこちらがウルフフルボトルになります。うん、はい、周りはねこのような感じになっております。これも北斗のボトルだね。そうだね、テレビの方にも登場しましたね。でキャップの周りはこの感じですね。うん、回し心地はいつも通り、絵柄にはウルフ、振り心地はいつも通り。さあそしてこちらがスマホフルボトルになります。うん、はい、周りこの感じ、キャップの周りはこんな感じ、回し心地はいつも通り、振り心地もいつも通り。はい、絵柄がねいいね、なんかもうもろスマホですね。ラジマ。さあそれではビルドドライバーと連動させてみましょう。はい、セリフはつながる一匹狼、うん、スマホウルフ、イエーイ。怖いな。じゃあそれを踏まえてもう一回。うん、ラジマ。はい、それじゃあね箱の後ろにも書いてありましたスマホウルフハザードホームの変身をやってみましょう。はい、はい、特に音声の違いはない。ラジマ。じゃあスクラッシュドライバーにも入れてみましょう。はい。スマホ。有機物系、無機物系ですね。はい、そんなわけで今日はこちらの仮面ライダービルドデラックススマホウルフフルボトルセットを紹介しました。はい、個人的な感想、スマホウルフフルボトルって言いづらい。スマホウルフ、あとね、ハザードトリガーとの連動が特にこう音声の変化とかもなくて、ちょっとこの辺は残念かなと思いました。皆さんも遊んでみてね。
そんなわけで今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメントお願いします。お願いします。おすすめの動画も見てね。そんなわけで今日はこの辺でバイバーイ。